やっぱ早くバイトに行かないと。琴音、ちょちょ、ゲットはご挨拶だね、琴音。やだな、ゲットはチャンスですよ、先輩。いや、意味がわからないよ。それより、廊下の掃除はちゃんと終わらせたのかい？もちろん、バッチリですよ。スケートができるくらいピッカピカにしておきましたから。本当かな、ちょっと確かめて。私、これからバイトなんで、失礼させてもらいます。あ、ちょっと待ちたまえ。学生の本部はアイドル活動なのにアルバイトばかりして、寮の掃除当番も。すごいな、本当にピカピカだ。ああ見えて意外としっかり者なんだな。